それではお話伺います。まず石森さん、おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか勝てましたね、はい、第1試合、はい、宮城県多賀城市出身の石森さんにも注目が、集まっていたと思いますが、いかがですか、終わって。いや、こういう形で、試合ができたことがまず嬉しいですね、はい。それにしてもすごい熱気でしたね。そうですね、いつもと違いましたね。びっくりしましたよ、はい。井口さんはこの第一試合という、大事な任務、どういうふうに感じましたか、終わってみて。そうですね、第一もメインも同じようにもうメインだと思ってやってたんで、もうみんなの力を一緒に合わせて、結果的に勝てたんで本当嬉しいですね、はい。ファンの方の大歓声は届きましたか。いや、もう十分届きました。もう初めからすごい歓声聞こえて、本当テンション上がりましたね。嬉しかったです、ありがとうございます。武士さんはこの第1試合どんな印象でしたか。いや、もうね、最高のオープニングマッチで、もうまるで花火大会のようで最高に気持ちよかったですね。この花火が東北の皆さんにメッセージとして届いたら最高に嬉しいですね。何枚もマスク持ってましたね。もう今日はもう僕のメッセージをみんなに受け取ってもらおうと思ってね、みんなも元気になってもらって、俺ももちろんハッピーになりました、ありがとうございました。そして山本さん、苦しい場面もありましたけれども立ち上がってきた、こういったメッセージは届いてると思いますが。いや、もうここで、僕はですね、諦めるわけいかないですからね、もうプロレスという、試合を通じてもう皆さんに、メッセージを送れたらと思って戦いましたんで、はい。改めまして井口さん、被災地の皆さんにメッセージございますか。そうですね、もう、僕らプロレスしかできないですけど、それで少しでも力になれば、嬉しいです。今日もし試合見れる方がいるんであれば、もうすごい元気になってもらえば嬉しいですね、はい、ありがとうございます。ぜひ最後に石森さん、被災地の皆さんに向けて一言お願いします。はい、いろいろ苦しいこともあると思いますが、希望せずに前へ進んでください。僕らも一生懸命できることが何でもあります、支援します。なんでみんな頑張っていきましょう。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。